2012年、ストックホルムにて、ブライアン・コビルカは、アメリカの生科学者、スタンフォード大学医学部の分子、細胞生理学部教授であり、2012年に、ノーベル科学賞を、ロバート・レフコーイッツと共同受賞した。彼は、G- タンパク質協約受容体に焦点を当てた、バイオテクノロジー会社カンフォーミットクスの共同設立者の一人である。 彼は2011年から米国科学アカデミーの会員である。コビルカはカトリック教徒であり、そのセイントクラウド教区にあるリトルフォールズのセイントメアリーズグレードスクールに通った。その後、リトルフォールズ高校を卒業した。ミネソタ大学ダルース校で生物学と科学の学士号を得て、イエール大学医学部で医学博士号を得た。 セントルイスのバーンズ11種病院で内科の研修医として勤めた後、デューク大学のロバート・レフコーイッツの下で、博士研究員として働き、そこで、ベータにアドレナリン需要体のクローニングの研究を始めた。コビルカは1989年にスタンフォード大学へ移った。1987年から2003年の間は、ハワード・ヒューズ医学研究所の研究員を務めた。 コビル化は g タンパク質協約受容体の構造と機能の研究で最も知られる。特にコビル化の研究室はベータにアドレナリン受容体の分子構造を解明したことで有名である。GPCR は薬物治療学において重要なターゲットだが、この種の膜タンパク質を X 線結晶構造解析で調べることが非常に難しかったため、コビル化の成果は 他の研究者らから頻繁に引用された。以前は高精度に構造が判明している GPCR はロドプシンしかなかったのだが、コビルカは遺伝子操作によって β にアドレナリン受容体と他のタンパク質のキメラを作成し β にアドレナリン受容体を結晶化して詳細な構造を調べることに成功した。β にアドレナリン受容体の構造が判明した後、 その他の何種類かの GPCR の分子構造。コビルカは1994年に、米国薬理学会のジョン・ジェイ・アベル・アワード・イン・ファーマコロジーを受賞した。GPCR の構造に関する彼の研究は、2007年のサイエンス誌で、今年のブレークスルー部門の辞典となった。この研究は、2004年に、アメリカ国立神経疾患、脳卒中研究所から、 ジャビッツン・ロス・イアンス・インベスティゲイター・アワードが贈られた、コビルカ自身の研究に一部を追っている。彼は2012年に G- タンパク質協約受容体の研究に関して、ノーベル化学賞をロバート・レフコーイッツと共同受賞した。コビルカは、ミネソタ州中部の町、リートル・フォールズの出身である。 祖父のフェリックス・ジェイ・コビルカと父のフランクリン・エイ・コビルカはパン職人であり、いずれもリトル・ホールズの生まれ育ちだった。祖母のイザベル・スーザン・コビルカは、プロイセンからの移民であるメドベド家とキーウェル家の出であり、キーウェル家は、リトル・ホールズで1888年から続く由緒、ある、キーウェル醸造所を所有している。コビルカの母は、ベティール・コビルカである。コビルカは、 マレーシア系中国人の他東山とミネソタ大学、ダルースコーデで出会って結婚し、西を設けている。ありがとうございます。